はい、キョウスケです。それでは僕のキャリーケースを紹介したいと思います。はい、一応こんな感じです。僕の方は合宿で使うジャージとか運動用の服がたくさん入ってます。で、手前はこんな時期っていうのもあってマスクを大量に持っていきたいと思います。で、あとこれですね。これが一番大事なものになります。ということで、以上藤巻京介のキャリーバッグの中身紹介&これだけは欠かせないアイテム紹介でした。